みんなー、げ元気ー、ゆきかみのるです。ということで、今回なんと紅茶引いていきましょう。モンストラ夏みマドマギカが来ましたということで、マドマギが来ましたねということで、はい、ホムラと、ね、はい、マドカが来てるということで、せっかく来たんだから目いっぱい楽しまないとね。私はマドカと過ごすこの時を一生忘れない。守備は上々っと。ということで、マドカを引きたいなっていう形ですね。まあ、大当たり枠はそれぐらいって形ですかね。うん、多分。大当たり枠がマドカで、その下がって形ですかね。まあ、ということで、引いていきましょう。こんなにね、貯めたんか。いきまーす。確定演出とかね、見たいよね。いきまーす。打点はっ。諦めたらそれまでだ。でも君なら運命を変えられる。あっ、来た。マジ、あいつ10連続得点だよ。やば、いきます。夏仕様になってる。焼きサバとか。やば、ワンちゃん。お願い。よっしゃ。マジマジ、大当たり当てた。やば。これでホームラーとか出ればワンチャンいいんだけど、ペアリングとしてね。いきまーす。ラッテン、はっ。まあ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 、大当たり枠出ちゃった。やば、マジで言ってる、出ちゃったよ大当たり枠。どうしよう、これで終わってもいい気がする。大当たり枠を当てるとはちょっといいんじゃない。もうこれで終わってもいい気がする。次のまあモンストコラボガチャに備えてもいい気がする。皆さんどう思いましょうかね。まあ、そこはちょっと様子見よっかな。というわけで以上となります。いつの日もいつの日も